ビルンガ国立公園は、コンゴ民主共和国の北東部の北キブ州、ルワンダやウガンダの国境近くにある多様な動物賞を誇る国立公園である。1925年創設のコンゴ民主共和国で最古の国立公園である。多様な動物賞の中でも、特にマウンテンゴリラとカバの生息地として研究対象にもなっていたのだが、隣国ルワンダの内戦で発生した難民の 大量流入などで環境が悪化し、混乱の中で多数のカバやゴリラが殺された。さらに違法な木炭売買がゴリラの虐殺に拍車をかけており、2008年には公園のレンジャーによってマウンテンゴリラが虐殺される事件が発覚した。その名の通り、ビルンガ山地からルーエンゾリ山地に伸びている区域である。1994年にはビルンガ火山群に含まれる。 ニーラゴンゴ3が噴火した。1925年に当時ベルギー領、コンゴの一部だった、この地でマウンテンゴリラの生息地の保護を目的として、ビルンガ火山群の一部が国立公園に指定された。その後範囲を拡張していき、現在の国立公園になった。なお、ベルギーの植民地時代にはアルバート国立公園といった。1990年代以降は、 国内外の政変から国立公園が存在する北規部州全域が複数の反政府武装勢力の支配下になっており、レンジャーの派遣も武装勢力の一つである人民防衛国民会議の了解の下で行われるなど公園の管理が難しい状況に置かれている。2014年4月15日、ベルギー人であるエマニュエル・ドゥメロード所長が州都のゴマカラルマンガ簿にある 自然保護協会へ移動中に襲撃を受け重傷となった。メロード所長は2014年5月22日にビルンガ国立公園での職務に復帰している。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ルワンダ内戦の結果難民が大量に流入することによって自然環境の汚染が進んだ。また、 逃走してきた武装した兵士の中には、マウンテンゴリラやカバに対して、暴力の矛先を向ける者たちも現れ、2万5千頭以上いたとされるカバのうち1万頭以上が殺されたと推測されている。マウンテンゴリラも約300頭が生息していたが、少なからず犠牲になっている。こうした理由から、1994年に危機にさらされている世界遺産のリストに登録された。 1996年1月には公園内の800平方キロメートルがラムサール条約登録地となった。ありがとうございます。